はい、こんにちは。日本改革党靴澤です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ISS の蛮行のせいでですね、YouTube の規約が厳しくなって一回チャンネルバンとなりまして、2018年6月に再出発したんですけれども、今のチャンネルね、現在まで6年とちょっと、6年と2ヶ月ですか。で、総再生数が1億回超えました。真ん中あたりに 1.0 億って書いてありますね。1億28万回って、いうのがありますけれども、これも視聴者の皆様のおかげです。誠に誠にありがとうございました。中でもですね、11% しか存在しない65歳以上でパソコン環境で YouTube 楽しめるエリート高齢者の皆さんには特にお世話になりました。ありがとうございます。今までも分かってる人増やせたでしょうか。ちょっとは分かってる人を増やせましたでしょうか。私の喋りで今後も少しでもですね、分かってる人を増やすために続けていきたいと思います。メール党員様限定ですが、8月15日終戦の日、靖国神社正殿参拝、と懇親会申し込まれた方はお忘れなくよろしくお願いいたします。靖国神社正殿参拝、最後にですね、靖国神社からいただける供物をお渡ししますんで、まとめて渡しもらってきますんで、最後ね、参拝終わってささーって帰っちゃわないで私のところに来てください。私のを目指して、来てください。よろしくお願いいたします。世界ホワイト化裁判、これフワちゃんが最近社会的死刑という判決出ましたけれども、また有罪判決が下りました。フリーアナウンサーの川口由里29歳さん、誰誰ですか。夏場の男性の匂いや不摂生している方特有の体臭が苦手すぎる。常に清潔な状態でいたいので、1日数回シャワー、汗拭きシート、制汗剤においては1年中使うのだけど、多くの男性がそのぐらいであってほしい。何言ってんだろうなこの人は。この人は1日数回シャワー浴びてんのか。でそれを世の男性にも強要してますけども、そんな暇なのフリーアナウンサーって。所属事務所解雇問題ツイートしたから解雇だそうであります。世論です。1日数回シャワー浴びろとかむちゃくちゃ言い過ぎたな。男を憎んでフェミ化しそう。近年おっさんを小バカにする風潮がひどかったけど、潮目が変わるのかな。男が女の匂いが苦手すぎるとか言ったら解雇じゃ済まない。何回もシャワー浴びれる環境がどんだけおんねん。誰かが出現したら袋叩きにする社会は怖い。一日何回もシャワー浴びれるやつって自宅警備だけだろ。こいつのツイッター承認欲求の塊だったからざまーと。この方もこのツイッターも全然知んなかったんですけど、騒動をお詫びしますってあったんで騒動になったんでしょうねこれね。一日数回シャワー浴びろとかむちゃくちゃ言ってますね。そんなのは自宅で働いてる人とかよっぽど暇な人とか、名誉職で暇でかつ偉いから誰も咎めない、会社でシャワー浴びてもって人しか無理なんじゃないの。なんか視聴室にデラックスなシャワーつけちゃって問題になってた市長いましたけれども、世界中でホワイト化が進行中であります。違反した者には厳しい罰が下される世の中ですよね。フェミみたいなトンチンカンな批判は、ネタにされて笑われるんですけれども、みんな鵜の目高めで批判しようと見張ってますから怖い怖い。芸能人はじめ有名人は宣伝目的でSNS やるんだろうけど、まあ、政治家とかね、諸刃の剣ですわね。失敗するとまあ明日のことはわからない政治の世界言いますけれども、岡田斗司夫さんもですね、見つかって吊るし上げるのが投げれるのが現代社会で最大の危険って言ってますしね。まあこう窮屈な世の中、ホワイト化を嘆いてもしゃあないんで自分が気をつけませんとね。パリ五輪15日ぐらいに終了かと思ったら昨夜閉会式が終了してました。日本勢の旗手旗持ちはやり投げ金の北口榛花選手と、ブレイキン4位のシゲキックス、シゲキックスさん、これは芸名で半井重幸さんっていう、が本名が務めた模様であります。北口選手ですね、
チェコ在住だというチェコ語がペラペラという意外な特技があるそうであります。セーヌ川でなくてスタジオで、開催したみたい。閉会式、バチカンにですねあってはならないことって怒られたような不祥事も特に見当たらず、さすがに、反省したんでしょうかね。いやしてないと思いますけれども、次回ロス五輪の引き継ぎということでスタジアム天井からですねトム・クルーズが、ワイヤーアクションで降下しバイクに乗って走り去るミッションインポッシブルサプライズが あったそうで、会場大盛り上がりだそうであります。トムさん62歳だそうですけど、スタントこなせる体力立派だなぁ、私あの高いとこ無理だから、苦手だから無理だなぁ、高いとこからのスタントは無理だな、開会式で懲りた運営が閉会式ではまあ怒られそうもないですね、無難な一般受けを狙ったんですかね。11月11日22時夕べですね、男子レスリング65キロ級で清岡幸太郎選手23歳が金メダル、頑張りました。昨日22時、女子レスリング76キロ級で鏡優香選手22歳金メダル、頑張りました。最も重い階級である76キロ級で金メダル獲得は初だそうであります。レスリングは柔道と違って誤審ってあんまり問題にならないでしたよね。私が知らないだけかな、レスリングで誤審ってあんまり聞かなかった気がする。柔道と比べて誤審しにくい判定システムなんでしょうかね。金メダルの数で競う五輪メダルランキング日本は全部で20の金メダルを獲得し3位になりました。銀銅合わせて25獲得し、海外開催の五輪では、2000年アテネ五輪を抜いて記録更新、4年前 あの東京五輪では地元有利を生かして金メダル27個を獲得してしまいましたけれども、まあ、時差も何にもないし居心地いい日本だし食い慣れてる日本食食えるしということで、まあ、有利に働いてるんでしょうか。1位中国40個、で91っていうのはあの銀と銅合わせて、金銀銅合わせて全部で91個だそうであります。2位アメリカ38個、3位日本20個、4位オーストラリア18個、5位フランス16個、6位オランダ15個、7位イギリス14個、8位韓国13個、9位イタリア12個、10位ドイツ12個、ドイツとイタリアは同数だったんですけど銀銅の数で順位が決定、そういうルールになってるそうであります。 G7 ではあのカナダがトップイン10入りできませんでしたね。カナダ以外の6カ国はトップ10入りしましたね。まあ人口が少ないからしゃあないのかな。あとはあの寒くて練習できない競技も多そうだしね。あとスポーツやる人はですね、あのスキーとか冬季五輪種目スケートとかに行っちゃってる人が多そうだしね。世論です。金メダル3位とかようやった、金メダル獲得数2大会連続3位ってめちゃくちゃすごい、自国開催じゃないのに3位はかなり価値がある気がする、東京五輪で強化した効果出てるな、レスリング強すぎ、フランスに勝ったのは嬉しい、結構いろいろな競技で取っててすご、やり投げで金はとんでもねえ、米中は参加人数が段違いだしな、審判に邪魔されまくってなければ、フランスあんだけ不正やりまくってしょぼすぎ、日本勢の金メダル獲得数位ですね、獲得数推移、1988ソウル4個、1992バルセロナ3個、1996アトランタ3個、2000シドニー5個、2000年はアテネじゃなかったっけな、これ間違ってんなコピーが、2004年アテネ16個、いきなり増えた、2008年北京9個、2012年ロンドン7個、2016年リオ12個、2020年東京27個、で今回が20個と、着実に順調にじりじり増やしてますね。次は現在絶賛治安崩壊中のロスだそうでありますけれども、日本選手の活躍とロス五輪運営がパリ五輪運営みたいなですね、選手より競技より俺らの政治的主張が第一っていう傲慢な連中でないことを祈るばかりであります。東京新聞記者
マイナ保険証のメリットデメリットがわからない、どうすればいいのかという声がたくさん届いています。あと4ヶ月でこういう不安を解消できるんですか。河野太郎、東京新聞がメリットを伝えて、何言ってんだこいつと話題になっておりました。世論です、会話にならんな、無能ボンボン、メリットを説明する職務放棄、石丸に似た頭の悪さを感じる、まあ、論点ずらして答えねえってやつですか。それを説明するのもてめえの仕事だろ、左にも右にも切られてるのに誰が指示してんのこいつ、ただ言い返せば良いと思ってる最悪なタイプ、東京新聞はお前の部下じゃないだろう、露出するたびに評価を下げる才能、なりすましできなくなるとかいくらでもメリットあるだろう、もうそういうのが受ける段階じゃないんですよ、政治家に向いていない、ただのパワハライキリ野郎、こいつが総理になったら終わりだよマジでと、東京新聞がメリットを伝えて、その前に東京新聞にこういうメリットありますって説明しないといけないんじゃないの、こういうメリットあってこういうメリットを伝えてほしいんだ、言わないといけないんじゃないの、不安を解消できるのかにはですね、鋭意努力中とか言っておけばいいもの、相手をね、打ち負かすことばっかり考えてっからね、生きてっからこういう返事なんですよね。絶望的に政治家に向いてないですよね。外務大臣、防衛大臣って経歴は華々しいけど、ちゃんと伝わってきたのはな、はなはだ疑問であります。周囲がなんとかカバーして、やっと、任期終わったんじゃないかと、親子大体中共の犬が、これが総理になったら、日本終了ですわね。私が河野太郎に訴えられている裁判、河野一族は中共の犬っていうのが名誉不毀損だって訴えられている裁判で、9月9日に第4回非公開裁判が開催予定であります。裁判官、私と話したいって言ってるんで私も参加予定であります。裁判官に何聞かれたかご報告いたしますね。まったくいつまで非公開でやんだよ、こんな4回も5回も6回もずっと非公開でやっちゃうかな。裁判官がビビってんだって、傍聴席が混乱するっつって、河野の裁判なんかやったら、何言ってんだよ。8月10日デニー知事支援者集会開催。デニー、裁判で結論が出た、確かにそれは一つの結論かもしれない、我々が抗う手段を取り上げられたわけではない、今後も基地移転妨害を続ける宣言いたしておりました。一つの結論かもしれない、最高裁の判決が、世論です。それ言ったら何でもありじゃないの、最高裁はネット不要、法治国家の否定ですか、そうですか、法令に従わない行政の長っていいの、クーデターでも起こすつもりか、日本の法律なんて守らない宣言、文字通りの無法者、自分らで訴えて負けたくせに恥ずかしいやっちゃな、日本の法令に従わない反社会的知事、知ってるぜチュチェ思想って言うんだろこういうの、って最高裁判決はですね、法的拘束力を持つ法令ってなります。法律は別で、また別で法令ってなります。法令、一つの結論じゃなくて一つだけの結論ですよ、法令なんだからさ、他の解釈許さねえってやつだから、そんなことも分かんないで、デニーを支持してる連中も大概バカで幼稚ですよね本当に。いずれ沖縄をですね人民軍に献上する気でいる連中にですね、日本の法令は邪魔なだけなんですかね。まあ中共から金もらってやってるのかもしれないですけどね。今日の単身です。台風5号岩手県に上陸、朝、被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。複数の建物で床上浸水、複数の川で危険水域を超過、久慈市で461ミリの雨量を記録し気象庁の記録更新、久慈市の滝ダムの水位が上がったため緊急放水開始、放水先の幼い川の水が増えるため市が流域住民に避難呼びかけ、時速15キロの速度で日本海側を目指しており、速度が遅いんで大きな被害が心配されております。まあ今のところこんな感じであります。あとは続報として4700世帯に避難、勧告出されたって話、埼玉県内でエアコン室外機や給湯器の盗難多発、埼玉県警が2度目の警報発令、鎖で繋いどいてください。大きいから一人で盗むの無理そうですねこれ。私犯人がどんな属性のやつか分かっちゃいました。日本人こんなもん盗まねえよ、いくら貧乏だっつったって。三重県松阪市、予算逼迫のため搬送後に入院に至らなかった軽症者からは
7700円を徴収すると発表。まあ入院に至らなかった、つまり救急車呼ばなくても大丈夫だったんじゃねえのという人からは7700円いただきますとのことです。57% が入院の必要がない軽症者だったそうで、海外の救急車は有料が普通だし、まあお金ないならしゃあないね。松坂市もあれなんですかね、人口流出っていうか人口減少に苦しんでる市なんでしょうか。牛で有名ですけどね、まあ牛で有名ってことはそんなに都会じゃねえってことですよね。というわけで、総再生回数1億回突破ありがとうございました。ありがとうついでにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。